続いてはゲストコーナーです今回は3月12日に G メッセ群馬で開催される複面エンターテインメントと女子プロレスを合体させた複面リボン &G メッセ群馬についてご紹介しますそれでは今日のゲストをご紹介しましょうまずは高崎市出身で複面女子レスラーの群馬キャット選手ですよろしくお願いしますよろしくお願いします お願いします。続いて群馬県出身で女子プロレス団体。アイスリボンの朝日選手です。よろしくお願いします。朝日です。よろしくお願いします。お願いします。さあ群馬キャット選手は何度か夫でプロレスラーのミステルカカオ選手と一緒に。番組にご登場いただいたこともありますが、はい、今回のこの大会はどんな大会になるんですか。はい。えっとですね。普段の。 のの練習っていうのをアイスリボンさんの方の道場を借りて今やってるんですけれども、うんはい、そこで練習をしてたまにこう他のアイスリボンの選手も参加してる時があってうん、うん、朝日選手と話したら同じ群馬出身ということで意気投合しまして、はいね、そしたらアイスリボンの社長さんが、はい、えじゃあ福面マニアさんと一緒にやりますっていう。 おどんどんどん進みましていつの間にかね大会やることになったんだよねはいなっちゃいましたなっちゃったんですいつのにあっという間になんか話が決まりましてなるほど G メッセ群馬での開催はアイスリボンも覆面マニアも初ということでいつも以上に力が入りそうですね入ります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 綺麗なね、大きい会場だしね。はい。ねねえ行ったことありますか 新潟群馬はいワクチンワクチンに行ってましたジでいきましたいや今回試合だからああ試合だから暴れちゃってどんどん暴れます暴れますはい壊さないようにねそして今回の出場選手もかなりバラエティにとんでいるそうですねえ覆面マニアはだいたい覆面をマスクをしているのとあとペイントの選手が多いんですよあのバラエティ組んだ で音量選手も群馬出身なんですねで音量選手と私と朝日ちゃん群馬県出身そしてアイ,スアイスリボンさんの女子、はい、華やかなプルプルピッチピチな若い <laughs> 女子レスラーでこう <laughs> きらびらやかに飾っていただいて、はい、かっこよさと,、うん、えと強さ,強さそして華やかさ<ー>揃えた素晴らしい大会にしようと思ってます。あ すすごいですね、はい、選手層の厚さにも注目 <laughs> うする、ね、ことですね <laughs>、はい、はいキャット選手は今年なんとデビュー18年目になるんですね、はいはい、今年の目標とか、いかがですかえとです、ね、まずは健康に怪我をせずに、うん、そして、えー、群馬を中心とした多くの人たちにプロレスを見てもらいたいなと頑張りたいと思っています。はい 何やら群馬県出身選手を中心に壮大な計画もあると伺いましたが、はい、えっとですね群馬でプロレス団体を作りたいと思ってます。おすごい <laughs> そうなんですよまずは、まあちょいろいろスポンサーさんを集めたりとかご協力をお願いしたいと思っていますのではい、はい、これからですね、はい、どんどん動いていきますので女子も、はい、女,女子の選手そして覆面の選手、はいうん、そしてメキシコの選手を呼んで一緒にルチャの練習をしたりとか大会を開いたりとか本当に。 うん、群馬を中心に頑張っていきたいと思ってますので、はい、よろしくお願いします。本当に結構壮大な計画ですね。はいはい、すごい。ぜひ群馬をプロレスで盛り上げていっていただけたらなと思いますが、はい、さあ朝日選手群馬県出身ということで、対、はい、戦試合となりますが、はい、意気込みとかはどうですか、はい？そうですね。自分はプロレスデビューしてからまあ。 もう心の中ではいつか群馬で大会を開いてあの試合がしたいなって思ってたりしたんですけど、うん、今回、覆面マニアさんの協力もありもうアイスリボンもそこに加わって、はい、えっと群馬で大会が開けることをすすごくく嬉しく思います、はい、あの今回初登場、番組初登場ということですので、うん、ちょっとご自身のことについてもお話を伺えたらなと思っています。はい 朝日選手は2002年10月19日生まれで今年20歳を迎えるんですよね。20歳になりました。おめでとうございます。<laughs> ありがとうございます。<laughs> <laughs> 地元の20歳の集いの時に小学校のタイムカプセルが出てきたとお聞きしましたが、はい、どんな内容だったんですか。えっとそうですね。あれは12歳の時に小学6年生の時に書いたものでして、まあなんだろうな。 憧れの人に憧れの選手に会えたとかうん、うん、夢であるアイスリボンの道場に行けたプロレスラーになったとかいろいろ書いていてその,あの手紙の画像を自分のツイッターに載っけているのでもし興味のある方は見ていただきたいんですけれども <laughs>、えー、今の二十歳になった私から十二歳の私に言うとすればプロレスラーになったよって言いたいですうーん <laughs> <laughs> いやーい <laughs> えー、素敵。はい。ねえ。うるうるしちゃいます、ねね。いいですね。いいわ。うん、そんな時代あったな。夢が叶ったということで、<laughs> 朝日選手去年の10月に20歳になられた。ですね。はい、ということで、なんか新成人になって。なんか変わったこととか、変化とかありました?。 こうなこ自,身自分自身はそんなに変わったことはあんまりないと思うんですけどやっぱり二十歳になったからお酒飲みに行こうねとか誘ってくださる方が結構いらっしゃって。 まあでも一回家でそのお父さんと一緒にちょっと飲んだ時があってもうすぐ酔ってもうダメでしたまだお酒なれは絶対してないのでそうなんですね群馬キャット選手はお酒とかはもうバリバリって言いたいんですけどあれすぐ寝ちゃうんだダメなんですよそうだったんですねなんかねお二人でお酒とか楽しみの2人いいねお茶掌はいなんちゃって飲めない二人で <laughs> えー、あの朝日選手はプロレス中学1年生の時に参加したプロレスサークルがきっっかかけだったんですかはい、えっと、アイスリボンには、えっと、月曜日と木曜日に、えっと、一般の女性のみなんですけど、うん、が参加できる、えっと、プロレスサークルっていうものを開いておりまして、はい、自分も、あのー、中学校通いながら学校が終わったら。 えっと片道2時間半かけてそのサークルに参加してで帰ってちょっとその,その時わ練習で言われたことを復習とかしてっていうのを繰り返してこうやってそれでデビューにつながりましたうん時間をかけて通ってたんですねはいそうなんですうん今年年ででデビュー5年目となるんですかね5年目そうです、うん 5年5年うん、満5年で6年目にな,目になる、はい、ということで今年の目標いかがでしょうか目標はもう自分らしく自分のやりたいことに突き進んでいきたいと思っています。 はい、自分らしく頑張っていただきたいですよね。すで、うんね、に群馬での大会は2018年11月23日、みどり市の大日本プロレスのリングに上がっているということなんですが、群馬でのリングの印象とか、いかがででした、うん、そうですねこのみどり市の、えっと、大日本プロレスさんに参戦させていただいたのが、群馬で試合するのが初めてでして、やっぱりお客さんが。 あの自分が入場した時に紙テープっていうものがあるんですけど、うんえっと、入場した時のその紙テープの量とコロナじゃなかったのでやっぱ声出し OK なので、うん、その朝日とか声援をいっぱいいただいたりとか拍手いただいたりとかすごいなんか地元地元,地元っていうかその群馬の温かさを感じた大会でした、うんうん、ねえ今度の3月の大会も再びの群馬開催ということで、はい、楽しみですよね楽しみです本当に。はい <laughs> さあでは改めて大会の概要をご紹介いたします覆面リボンアジーメッセ群馬は3月12日日曜日高崎市のジーメッセ群馬で午後0時半ゴングです入場料はご覧の通り現在チケット発売中となっています詳しくは覆面マニアとアイスリボンなどにお問い合わせください そして今日はお二人から特別なプレゼントを用意いただきましたまずは入場チケットを5名様そして以前もプレゼントしていただき大変好評でした覆面の缶詰を5名様合計10名にプレゼントいたします締め切りは今月28日火曜日ですなお当選者は商品の発送をもって返させていただきます どちらの商品が当選するかはお楽しみになお、チケットや商品に興味を持たれた方は覆面ドットコムを覗いてみてください。ということで最後になりますがお二人から一言ずつメッセージをいただけますかまずは、群馬キャットさんお願いします、はいえー、まずは、えー、プロレスを見て元気になろうということで今回、プロレス声出し OK なので皆さん、ストレス発散にぜひ覆、うんえー、面リボン、 いらしてください。で、えっ、ー、と猫の日のあれメッセージ、はい、待ってます。<あ>猫なんでニャオ。<laughs> はい、ありがとうございます。はい、続いて朝日さんお願いします。はい、群馬で試合ができることを本当に嬉しく思います。えー、群馬の皆さんにえっ、ー、とアイスリボンと朝日を知っていただき、逆にプロレスファンの方には群馬県を知っていただきたいと思っております。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ポッはい。<laughs> 今日はここまで3月12日ジメッセンまで行われるプロレスの大会についてご紹介いたしましたお二人とも今日はどうもありがとうございましたありがとうございました